旧外地の高等教育機関。ここでは、台湾、朝鮮、カラフト、関東州など、競技の外地とされる地域だけではなく、満州、中国大陸、南洋など、第二次世界大戦集結以前の日本の勢力圏内に組み込まれたアジア諸地域に設立された高等教育機関についても扱う。第二次世界大戦以前に、日本に、 統治されていた外地の高等教育機関は、多くが文部省管轄下にあった日本国内の高等教育機関と異なり、ほとんどの学校、大学が台湾総督府、朝鮮総督府、関東局、南洋庁あるいは外務省の管轄下に置かれていた点に特徴がある。台北帝国大学詳細は、日本統治時代の台湾の高等教育機関の項目を参照のこと。 以下、すべて管理学校で台湾総督府の所管であった。京城帝国大学慶城工業専門学校詳細は日本統治時代の朝鮮の高等教育機関の項目を参照のこと。観光立学校のみならず多くの私立学校が存在していたのが朝鮮の特徴であるが、私立、観光立を含めすべての学校が朝鮮総督府の所管学校であった。 旅順工科大学詳細は、満州国、関東州の高等教育機関を参照のこと。すべて関東局所管の学校である。詳細は、満州国、関東州の高等教育機関の項目を参照のこと。以下の学校は、ソ連対日参戦により廃校となった、東和道文書院公共旅行者。ありがとうございます。